まずは乾燥大豆 75g をたっぷりの水に8時間から12時間つけます。夏行う場合は冷蔵庫の中で置いておいてください。水切りした大豆を圧力鍋で蒸します。水3カップで、蒸し皿クッキングペーパーを敷いて、はいはい、お皿をセットしまして、はい、では蓋をしまして、はい、はい、加熱です。はい、では加圧完了しましたので、はい、8分間蒸してください。はい、消火して減圧まで待ちます。はい、減圧終わりました。はい、では蓋開けてみましょうか。オープン。おー、こんな感じ。はい、大豆蒸し上がりました。鶏の手羽先 250g です。はい、手羽包丁でよいしょ。なるほど。おー、こんな感じ。はい、酒大さじ2分の1杯です。そして醤油大さじ2分の1杯。酒と醤油同様です。はい、まあ、時々こういうふうに返してください。でこのまま20分ぐらい置いておきます。油大さじ2分の1杯。キッチンペーパーなんかで手羽先の水分を取ってから焼く。皮目を下にして焼いてください。はい、こんなふうに色になったら返してください。青ネギ1本を 4,5 センチのぶつ切りにしたものを加えます。生姜の薄切り2枚です。だし汁1カップ、砂糖大さじ1杯です。はいはい、酒大さじ1杯。ちょっと混ぜます。八角ですね。10本加熱します。はい、10分経ちました。はい、あー美味しそう。さあ、大分と煮汁が減ってきましたので、こんな感じですね。はい、こうすることによって照りが出ます。これで圧力鍋で柔らか大豆と手羽先の中華風煮込みの完成でございます。冷めても美味しいので行楽のお弁当などにもご活用ください。お相手はよっちゃんとバンバテッペイでした。最後までご視聴ありがとうございました。我々に調理リクエストある方は再生画面下のコメント欄にどしどしと書き込んでください。それでは次回の料理動画まで。さよなら。チャンネル登録といいね評価もよろしくお願いします。